いでの競技は走り幅跳び。イエーイ。続いての競技はですね、走り幅跳びなんですけどもね、今度はこちら、じゃじゃーん、ロイター板を用意します。はい、はい、もう跳び方はね、もう自由です。1、2、3、4、5、はい、順までやっていきたいと思います。じゃあ意気込みを。意気込み、それはもちろん俺が一番飛べるに決まってる。毎回似たようなこと言ってる。暫定1位でございます。暫定1位の、え、はい、カンティさん、すごいよな。本当に力を隠し持っていたのかのような。はい、ではどうぞ。では、サナさんです。どうぞ。わっ、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 3m47。2連勝いってるんで、これ2連勝の証なんですよ。これ2連勝いってるんで、ちょっとこれはね、ちょっと全制覇狙いたいな。はいはいはい。ふうさん選手の挑戦です。来て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 来競技は飛び箱でーす。イエーイ。グレーンな飛び箱はですね、飛び方をどんどん難易度上げていって、まあ、どこまで飛べるか。1、2、3、4、はい、オッケー、いきたいと思います。イエーイ。結構むずいぞ。遠い遠い遠い、結構遠い。やばい。はい、飛びクリア。続いては内臓テック優勝です。やったー。
技はハンドボール投げ。イエーイ。投げ方は自由です。自由型ってこと。自由型。自由型。オッケー。ハンドボール投げとなります。それでは順番決めます。はい、ちょっと来い。はい、ちょっと。初1位。1位じゃん。それでは。いい？はい。行きまーす。はい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 、はい、続いて、絵がいきます。7まではもうちょっとやな。14m55 やな。 14m55。 なるほど。いいじゃん。成果がこっち。はい、こちら 29m。 だから 30m。 おお、すごい。という記録になりました。でも実際この高さは、うんうんうん、あと横にもずれんかったらもっと飛んでるはず、うん。言い訳大会にもなってます。フーさんの記録が、優勝です。イエーイ。最終競技はフリースロー対決。はい、シャトルランの代わりにフリースロー、フリースローね。はい、日本決めた人から勝ちという。あ、日本。おー、なるほどね。じゃあ順番を決めましょう。はい、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 1番、2番、3番、4番。よっしゃー、行きましょう。やっていきましょう。あ、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 2ポイントが結構きつい。いや、うまいよな、やっぱ。いや、うまい。今のはまあ、聞いてしまう。あー、うまい。イエーイ、再開してなかった。